はいどうも、インディーゲーム専門 VTuber のしろこりゲームズです。今回プレイするタイトルはドキドキするねバッターさん。避けて反撃が気持ちいい、高速弾幕避け跳ね返しアクションゲームです。いろんな特性を持つバッターから一人を選び、敵が放つ弾丸を避けながら敵を狙って攻撃を打ち返すことで戦います。できるだけ多くの敵を倒してより高いスコアを目指しましょう。選べるバッターは10人以上、それぞれ独特の打法を持っており、バッターごとに新しいゲーム体験を楽しめます。マウスだけで手軽に楽しめる、シンプルだけどチャレンジしがいのあるゲーム性。弾幕避けとエイムの練習になりそう。それでは早速プレイしていきましょう。はい、サークルヒッター、日本語タイトルはドキドキするねバッターさん。なんでこういうタイトルになったのかわからないけど、まあ、開始していきましょう。で、バッターをね、まずは選ぶんですね。最初に選べるのはこの普通のバッターさんみたいなので、これでやっていきましょう。平凡なバッター、試練に合格してからアンロック、敵を倒すたびに短時間のバレットタイム状態に入ると。やっていきましょう早速ね。これ、はい、打つことが打ち返して、野球のように打ち返してこう敵を倒していくんですよ。これがね、なかなか避けつつちゃんと敵に当たるように角度を変えて打ち返さなきゃいけなくて、これがねなかなか難しいんですよ。すぐ当たっちゃうし、弾幕避けつつ殴る、そんなゲームですね。無理せず避けるところは避けて、これ何、さっきのなんかアップグレードかなんかだったのかな。あ、三角形の敵も出てきましたね。よいしょ、 OK。 ちょ、だいぶ忙しいんだよ。ここにいると防御力が上がったりしたのかな。だいぶ弾幕多い。結構敵に近づいてしっかり、いたたたたた、敵に近づいてて、おお、おっとおっとおっと、なるほど、ランキングが出るわけですね。まあリスタートリスタート、どんどん慣れていきましょう。はい、はいはい、いいよいいよ、いい感じよ。これね、打てると思ったら当たっちゃってることあるよね。打てると思ってるのに当たっちゃうこと、仕留めたい。よし、あっ、あー、まだ間合いがね、シュッとシュッと間合いをちゃんとね見ないとね。やっぱ避けながら、これ目標とする場所に打つのがマジむずい。これね、やってみてほしい。ぜひこのむずさを体験してみてほしい。私が言ってる難しさをね、分かってほしい。で、私より高スコアを取って教えてほしい。あ、いててて。くぅ。シールドがなくなってしまった。あ、いった。まずい。あんまり後がない。狙えない。オッケー。いいよ。はい。これは取りたいね。オッケー。よいしょ。あ、なんかスローになった。スローになったら狙いやすいね。なるほど。あ、これなんか爆弾みたいになってる。おお。これを取りたくて。なるほど。これ早めに打ち返さないと爆発するから危険だね。よいしょ。はい。いいよ。だいぶ。こいつ。なんか難しいな。はい。ここで、あ、なんか取って。四角いのも出てきた。お、四角いのはレーザー？
弾を撃ってくるわけじゃないから、でもなんだかんだ倒してる、なんだかんだ倒してるぞ。よいしょ、お金取りたい。よし、やばい、やー試練解放した。おー難しいね、なかなか。あ、これ X で共有したりできるの？あ、そうなんだ、へー。これちょっとやってみようかな。あ、X が開いた。ああ、できたできた。ちょっと後で共有しようか。ランキングとか見ることができるんですね。白子り1001位です。1001位のお魚です。あ、フレンドのみとかもできるんですね。なるほど。じゃあ一旦戻って。試練ってなんだ？試練、チャレンジしてみましょうか。すべての敵を金色に変換する？何言ってんのちょっと何言ってんのって感じだけど、あ、なるほど、しっかり当てろと、しっかり当てろってこと。難しいこと言うね。だいぶ難しいぞ。あー、レーザー避けながら、ここだ、よし。あとこの丸いの、丸いのに当てたいね。丸いのに当てたいが、あーむずい。これでどうだ。よし、あとは四角、四角、四角、よし、これ、よし、ナイス、試練に合格した。やったー、合格しました。これで、お、あ、お金で買えるんだ、巨人キラって。試練に合格すると一体何があるの？わかんないけど。あ、初期スコアが 1K の状態から始められるってこと？あ、じゃあ巨人キラー解除しました、お金で。打ち返された弾丸は飛行中に徐々にサイズが大きくなる。敵に当たりやすくなるんだ。体力上限がちょっと低くて、体力回復も低くて、攻撃速度も低い。けど、徐々にサイズが大きくなる。わかった。じゃあこれでやってみよう。よし。撃つ。あ、ほんとだ。大きくなってる。当たりやすくなってるね。いいと思う。よいしょ。ナイス。OK。おい、今がチャンス。ナイス。お、いいね。やっぱスローモーションだといけるんだけど、ここら辺もまあ慣れだよね。まあ、だいぶいっちゃん最初より目が慣れてきた感はある。いっちゃん最初よりはね。あー、爆発するの。やばいやばい。よいしょ。はい。はい。はい。打ち返せ。ほい。当たらない。これあれだね。あんまり連打してるとダメなんだね。疲れちゃうんですね。なんかスタミナのようなものがある。お金くれ。スタミナのようなものがあるから。よいしょ。おぉ。おぉ。なんか弾いてるな。謎現象で弾いてたけど。よいしょ。ほい。こっち。痛い。ふ。こっちだ。ナイス。時間。よいしょ。ほい。こっち。こっちだ。よし、ナイス。おい、あ、痛い。痛い。これか。1040か。1300を超えると、この試練が突破できるようになるんだ。じゃあもうちょっと巨人キラーで頑張ろうか。よし、行くよ。
1300目指して。よいしょ。ほい。音楽いいっすね。やっぱこういうゲーム、音楽がいいと、それだけでやる気が出るところあるよね。あるある。あると思う、私。会いたい。よいしょ。ナイス。ほい。ほい。ナイス。これに、よし。なんかもうちょっと打ち返しやすい球ください。ほい。だいぶレーザーが激しいな。最初からこんな激しいですっけ？なんか激しくなるの早くない？よいしょ。ナイスー。ほい。オッケー。お金も貯めて、また、何体いるんだろう？選べるキャラ。ねえ、バッターは一体、何人いらっしゃるんですか？いてて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 マジー。おいおいおい。早く、四角いやつ倒さないと。四角いやつ倒したい。まずい。まずいでござる。助けて。四角いの倒したい。よいしょ。ナイス。一気に減ったね。ナイス。ほい。狙って。ナイス。四角ナイス。あ、危ない。危ない。お金。はい。こっち。うまくいかない。よいしょ。四角が来たら真っ先に倒したいところなんですが。危ない。とても危ない。よいしょ。よし。これを。ちょっと狙ったやつが撃てなかったな。慎重になっちゃうとなかなか打ち返せずに、それはそれで困っちゃうし。これは、めっちゃうまい人、めっちゃうまいでしょうね。語彙力がないって感じだけど。いや、めっちゃうまい人すごいんだろうな。って思う。まずい。よいしょ。あー、ダメだった。何スコアいった？あ、すごい。3000スコアいった。やったー。すごくない？すごいんじゃない？これは。これ、X で共有していいでしょう。巨人キラーで3000スコアいきましたよって。いいじゃん、いいじゃん。他は？あ、レーザーアイっていうのも使えるようになってる。これは？レーザーを発射して全ての敵と弾丸を蒸発する。へぇー。あ、じゃあこれ試練行ってみようか。巨人キラーの試練。あ、これも全ての敵を金色にするんだ。オッケー。やってやろうじゃないの。やってやろうじゃないの？多いな。あ、多いな。ちょっと、多いですけど。あと、敵の動きが早い。早いです。よいしょ。よし。もうちょい。いい感じ。よし、この四角。この四角を、どうにか、いい感じの、弾が、来ないか。いい感じの、弾、よし。ナイスー。あ、いいんじゃない？結構上手くなってきてるんじゃないの？もしかして。試練合格。あ、試練に合格したら、こっちの能力も、プラスで使えるようになったんだ。試練に合格して、打ち返された弾丸は、他の弾丸を潰す。潰すってどういう感じなんだろうね。あとこれ、5K の5000のポイントを稼いだら、なんかレベルアップするんじゃない？強くなるんじゃない？もしかして。わからんけど。じゃあ、レーザーアイも使ってみよう。レーザーを発射して、すべての敵と弾丸を蒸発する。行ってみよう。どんな感じ？
おすごい、すげえ。今までとはちょっと違った感じですね。あ、弾も消せるんだ。あ、強い、強くね、これ強いよ、うまいこと使えればね。えすごいすごい、だいぶピンポイントで狙わないといけないけど、狙えた時のね、当たった時の威力がものすごいっていうかね。でしばらく線がレーザーが残るから、ちょっと位置がずれても倒せる時もある。よしよし、いい感じ、いいね。私このキャラ好きかも、好きかも。おお、いい感じ。ほい、三角、ナイス。ほい、打ち返して、ほい、よし、これで、ほい、これか、こっちだ、ほい、いい感じ。これ楽しいよ。よいしょ、ほい、近くを、よし、いててて、あー、あわわあわわあわわわわ、あー惜しい。よし、ナイス、よし、オッケー、ナイス。あー惜しい、うん、痛い、これ。いやでもこれ楽しいな、夢中でやっちゃうわ。うん、独特のプレイ感で面白いよ。ぜひみんなのスコアも聞いてみたい。よいしょ、う、初プレイでのスコアを聞いてみたいな。初プレイでどんだけできたのか。私なんだっけ、全然できなかったな。配信、この収録する前にちょっとテストプレイしたんですけど、全然できなかったことは覚えてる。よいしょ、よいしょ、ナイス、いいねー、オッケー、超いい感じ。あー、そんな、あ、でも試練解放しました。あ、3000スコアいってたんですね。いいじゃん。じゃあこの試練チャレンジしてみましょう。これも金色に転換するんですね。任せてくださいよ、当たってないけど、そのうち当たるやろ。えい、あの金色になったやつに当てちゃうとまた赤色に戻っちゃうんですね。あー、これはちょっと注意しないとだ。うーん、あと1体、あと1体、あと1体がむずい、あと1体がむずいんだ。あー、重複させちゃった、重複させちゃった、これむずい、動き早いし、あ、四角に当たれ、よし、あとはあの丸いの、おー、やったー、ギリギリでしたけど試練に合格しました。これでレーザーの持続時間が増加したみたいです。なるほどねー。他のキャラはバスケットボール練習生、タンク、サムライ、爆弾強靭、エイトボール、曹操者、猫ちゃん、マジ？猫ちゃんとかもいるらしいですよ。はい、こんな感じでね、いろんなバッターを選んで、もう跳ね返す、避けて跳ね返して戦う、そんな感じのゲームです。
すごい画面に集中してあの弾幕をかいくぐりながら敵を倒せた時の感覚が気持ちいい。あと音楽がいい。すごい手軽にマウスだけで遊べるので、興味がある方はね、ぜひ動画概要欄のストアページをチェックしてみてください。これ面白い。はい、というわけでここまでご視聴誠にありがとうございました。それではまた次の動画やライブ配信でお会いしましょう。バイバーイ。